先ほどの松田選手もそうですけど、モダン神の方々は結構デッキ選択がうまいっていうのを皆さんもご覧になってると思うんですけど、もう何でも使える、うん、何でも使えて、その中で相手が一番予想されてないデッキを選んでそれで優位を得るみたいな、あとそれだけのプレイスキルを持ってる方々なので、市川選手が何を使ってるかも、市川選手つい最近 RPTQ を、はい、バンドスピリットで突破してるんですけど、お、じゃあもしかしたら、いや、ただ市川選手はそこから変えるだけの器用さも持ち合わせてるので、うん、反射魔同士がいたり、まあ、ただバンドスピリットっぽいですね。さあ新井さんはどうでしょう。ただ先手が新井さんでマリガンで、今市川選手がマリガンを悩んでるとこですかね。うん、どうでしょう、ちょっと土地が少なそうでしたね。マリガンを選択しました。お互いワンマリガンから。そうですね、ファイナルズで昨日ね、市川さんは解説をやってましてワールドマジックカップでもね、そうですね、津村さん一緒でしたね。なんか市川さんのせいで飛行機乗り遅れたんです。いや、そんなことはないです。そんなことはないんですよね。まあ、状況としてはまあお互い間に合うはずだったんですけど、なぜかセバスさんだけ乗ってて、僕と森本さん乗れなかったって状態だったんですけど、まあ、あれでセバスさんを攻めるようではちょっと自分に優しすぎるかなと。なるほどなるほど。甘すぎるんじゃないかと。うーん、あくまで自分のせいだということですよね。さあ、ちょっとまだ新井選手のデッキは全く見えませんでしたが、はい、さあお互いワンマリアン、市川選手最後の1枚が緑マナだったらキープできそうですが、ちょっとどうでしょう。戦術、はい、ボトム、はい、お互いボトム、ボトムでした。はい、はい、ゲームスタートです。ラスト3、2018第3回戦モダンです。これはフォローワン的な、だ最近フォローワンにもいろんなバージョンがあるんですよ。さあここで進行なき物あさり、フェイスレスルーティングを打っていきます。今のところ純正のフォローワンに見えますけどね。さあもう一丁、進行なき物あさり、2ドローして2ディスカード、おそらく純正ですかね。はい、さあ出てきました。捨てたカード分だけマナコストが2少なくなるよと。さらに達人もね、パワーが上がるということで、もうこれは怒涛のラッシュですね。墓地にフェニックスもいるので、市川さんはちょっと2枚目の土地が引けず、うん、さあ燃えたす調査、はい、ここで GG ということで、うん、新井選手怒涛の攻めで市川選手から1本取りました。なぜ今のタイミングで投了したかというと、燃えたす調査を解決してしまうと手札が何か落ちてデッキをばらしてしまうことになるので、はい、一応まあ、手札を見ている僕たちは市川さんのデッキが分かってるんですけど、対戦相手に余計な情報を与えない段階で、まあ、この状態ですとやっぱり1本目は新井選手が怒涛の勢いで取ったんですけど、はい、サイドボーディングが非常に難しいと。うん、市川さんはもう分かっているので、どういったサイドボードをするかというのはもう、そうですね、的確なサイドボードをして、新井選手も多分結構最後の1枚はもう手札を見に行った感じはありましたけど、手札というかデッキを見に行った感じ、はい、まあ、あそこを普通に考えるとまあフェニックスを返してもいいような状態ではあったので、まあ相手がデッキを見せてくれるんだったらその方がいいという判断だったと思いますが、ただその情報を与えないと。そうですね、市川さんは、新井さんも確か手ゼロだったと思うので本当にそれ狙いだった感は強かったのかなと思いますが、
もちろん荒井さんも、近川さんこの前の RPTQ スピリットだったよなっていうのもおそらく入ってますよね。そうですね、そういうのはあると思うんですけど、まあ、もちろん相手のデッキがちゃんと確認できるんだったら、ある程度どういった対策をしてくるか。新井さんフォロワーはけどその辺器用なんですね。墓地対策効かないことはないんですけど、墓地対策だけで勝てるほど甘くはないと。多分数枚はサイドインしてると思うんですけど、サイドインだからレストインピース1枚残ってましたね、安らかなる眠りが、はい、多分2枚だけサイドインとかそういう感じなのかなと思いますが、さあ1本目はあっという間にフォローワンの勢いを象徴するかのような怒涛の攻撃で1本新井さんが取りました、うん、はい、こちら安らかな眠り、あとは秋の騎士とかですかね、フォローワン対策になる新カードですが、はい、秋の騎士は本当にもう中体系が入ったデッキだと。ラブニカから入ってきた新カード秋の騎士、下の環境でもねいい活躍を見せてます。下の環境の方が強い可能性まであります、ね、やっぱ中体とか、緑のタイヤの頂点とかーサーチカードが強いので1枚だけ入れときやすい。スタンダードだとまあ1枚入れててもその的確なタイミングでなかなか出せないんですけど、はい、またあのバントスピリットとかだとコピーしたりもできるので、一体場に出ればそれをひたすら使い回すことができるので、本当器用ですよね秋の騎士は。 BO3 はきっとベストオブ3日本選手の位かなと思います。 BO5 だと3本選手です。ベストオブ5、数字最後の数字が、何本選手的な、うん、ベスト5だと3本選手なんですけど、秋の騎士はクソ強カードなのにお安いですよねと。サックスリビン、まあ、ここで大体さっき言った目、青白ランドだったんでもう大体バントスピリット確定かなと、うん、さあ市川選手から先行ですね。はい、またしても1ゲームと同じように達人をプレイしていきます。さあどちらも最高に近いスタートですね。やっぱりもう薬瓶が入ったデッキたらもう薬瓶が置けるかどうかは、ま、たバントスピリットはちょっとあの中体のクリーチャーの枚数とかの兼ね合いもあって、はい、薬瓶が3枚抑えられていることが多い、なかなか珍しいデッキなんですけど、それやはり中体の当たりを増やすって意味で、そうですね、やっぱ中体っていうカードはリスクもあるので、うん、非常に外れやすいと有名なカードなので、有名なカード経験者を語る方、ね、だと当たりがないよとゴブリンロアをプレイします。さあ4枚引いてその後に無作為に3枚ディスカード、まあ、一応ちょっと霊廟の放浪者という1万の11のスピリットがここで薬瓶から出てくると打ち消されたりもするんですが、無事解決しました。これダイスで決めるの結構大変ですよ ね、 手札が多いので、はい、さあこれで何が捨てられるか。ダイソー見ていてもよく分かりませんでしたが、2人の中では決着したようで、はい、さあ達人アンコウうつろなもの、はい、ここはパス。さあまあ青みの絡みなんで確定でペース3ですかね。はい、そこしっかり対処していきました市川選手。市川選手としてはこうやって相手のクロックを落として、うん、その間に自分の展開を進めていきたいところですが、さあそうさせてくれるか新井選手。
あ、しかしまだフォロワーが。はい。つろなものが1マナで出てきましたか。さあ、貴族の教師を薬瓶からプレイ。さあ、木の騎士、しっかり対処します。さあ、アーティファクトを破壊するモード。はい、ここでフェニックスをプレイしていきます。まあこれぐらいでしたら十分ダメージレスができるので、極端にサイズが大きいクリーチャーでなければ。市川選手たくさん選択肢がありそうですね。薬瓶2で、はい、無視の霊魂。ぱっと見このまますれ違いで殴り合いそうですけどね。無視の霊魂と秋の騎士で攻撃に行こうかというところです。市川選手手札が先ほどの時点で呪文ドラエと幻影の像、はい、どちらも薬瓶を使うことでインスタントタイミングで使えるので、かなりこのガードをかいくぐるのは難しそうですね。ライフは15対12。市川選手もしもの場合は幻影の像で秋の騎士になってライフを回復してもいいですし、これから呪文ドライを先に唱えるようであればそれをコピーして相手の妨害を徹底してもいいですし。さあフェニックス2体目するも呪文ドラエで捕らえられます。また壁としても強いですからね、フェニックスは可能なら毎ターン攻撃に参加すると。さあ威迫を持って炎刃の達人が攻撃しに行きます。こうフェニックス殴らないとダメっぽいですけど、多分今気づいたかな。毎ターン可能なら攻撃する。さあここでジャッジが、入って今やり取りをね修正しようかというところです。そうですね、まあ、フェニックスとかって基本的にはまあ結構殴ると思うんで、あとまあマジックオンラインと違ってリアルだと忘れやすい気はしますが、デジタルの部分だとね、そうですね、勝手にやってくれたりしますかねとか、指定して先に進まなかったりとか。市川選手としては呪文トライでちょうどブロックして止められるんで、殴ってくれた方がこの後もうライフが10と15だとすると返しで6点入れてしまえば、いやまあ忘れること全然ありますよね。そうですね、まあ、特にあのレガシーだけやっててモダンは今回これをきっかけに初めて見た場合だったりすると、はい、カードの効果勘違いとか起こりうるのかなと。そういう人は実際多いと思うんですよね。今回モダンとレガシーの2フォーマットなんですけど、はい、普段片方のフォーマットだけやっててもう1個のフォーマットはあまり慣れてないっていうプレイヤーは、そうですね、マジックオンラインの、まあ、いいとこであり悪いとこであるっていう感じですね。勝手にやってくれるのがいいとこでもあるんですけど、やっぱり現実世界の時は自分でちゃんとしっかり宣言したり、はい、カードの能力を覚えておかなきゃいけないので、うん、僕もよくあのプレインズウォーカーの能力とか、はい、現実世界、昨日もファイナルで実はビビアンリード読んでたんですけど、はい、MO だと勝手に4枚出して取れるカードが光ってるんで、取れるカードを間違えることはないんですけど、はい、じゃあいざ現実世界になってその4枚で何が取れるのかを実は知らないっていうのはよくあるんですよね。MO とかのやつだとね、そういうなんか
処理の順番とかそういうのも分かったりして、あすごい便利だなとか。そうですね、勉強に なるのは、はい、なるんですけど、こういうところがねなかなか難しいところもありますよね。はい、ということで、まあ、巻き戻ってと。そうですね、マストアタックだったのでちゃんと2体で攻撃して、はい、で呪文ドライでキャッチして落としました。これでもう現時点では市川選手が俄然有利ですね。手札にまだまだ相手を妨害する手段なりが、はい、少なくとも1枚は確定であるので、もう1枚も幻影の像と秋の騎士ですね。はい、さあこれで一応盤面だけだとぴったり足りている10点ですかね、はい、先ほど6点と言ってたんで秋の騎士をコピーしてプラス2にすることで、さあこれで全員でゾワゾワと、これで10点です。何もなければ、さあ何もなかったよということで、見事市川由紀選手1本取り返して1-1、3本目に向かいます。いや、 やっぱり綺麗に回ったバントスピリットも速い、強い、そして相手からするとやりづらいんですよね。バントスピリットの一番の強みはそこかなと思うんですけど、もうとにかくインスタントというか、もうとにかく動きがトリッキーなんで、対戦相手からするとすごくやりづらいんですよね、ゲームが。インスタントでありとあらゆることをやってくるので、はい、予想しなきゃいけない選択肢というかね、そういうのがたくさん増えてやりづらそうですね、相手は。裏目が多いと言いますか、なかなか毎回正解を導き出すのが難しい。そうですね、最後の最後まで土地2枚でしたけど、あれだけの手数を繰り出して2枚っていう感じがしなかったですもんね。そうですね、土地が止まっているというのを感じさせないぐらいの完璧な動きだったので、薬瓶優秀ですね。薬瓶は本当にすごいカードです。あれは僕ちょっと最近モダンやる時間がなかったんで、バントスピリットに触るのはかなり遅かったんですけど、まあ、バントスピリットを使ってみて、まあ、本当に人間を超えた種族デッキかなと。さあここで新井さんがねまたしっかりサイドを取れると、うん、そうですね、まあ、もし青白コンと錯覚してたら魔女を戻したりとかそういうのはありえそうですが、先ほどの1ゲームみたいな先手の分回り、はい、があった場合はやっぱなかなか止めづらいですよね、市川さん。そうですね、もう1本目ほど完璧だと、市川さんもかなり完璧な展開で返していかないと。なるほど、さっきのジャッジコールをフェニックスはマスターアタックを誘発忘れの後、まあ、コンバットまで巻き戻しになりましたということでございます。もう最近ハレリアプロズの海外勢の皆さんが怒涛のバント、怒涛のモダン記事連打をしてくれてるので、はい、まあ、もし、いろんなデッキガイドが上がってますので、もしかすると気になるデッキが上がってるかもしれないので、ぜひチェックしていただければなと。いや本当そういう記事ありがたいんですよね。ありがたいです。最近僕のライフワークとしては、はい、記事、その記事を編集して掲載して、帰ったらその記事を見ながらモダンをするっていうのが結構、いや本当動画で、ね、見るのもいいんですけど、いや記事で見るのも、ね、すごいいいんですよね。最近そうですね、配信をしている方も増えたので、その試合を実際にしているところが見れるというのはもう昔と全然違うところだなと思いますけど、僕はやっぱぐじぐじ先生のあの記事でのあのはい、キャラクターの感じとかすごい好きですね。本当にあんな感じかちょっとわからないんですけど、はい、わからないです本当に先生キャラクターでした。先生感がすごいじゃないですか。いやまた皆さん結構気を使っていろんなアーキータイプを解説してくれるんですよね。最近ちょっとまだ日本語はまだ掲載されてないと思うんですけど、英語で上がったのがモノブラウンロックデッキみたいな、チャタンアーティーワークと単色のランタンコントロールじゃないんですけど、相手をロックしきって勝つっていうデッキが僕も MO で何回か当たって気になってたんですけど、全然けどデッキ解説記事世の中にないんですよ、でどういうデッキなんだろうなって気になってたんですけど、それも最近デッキガイドが上がってサイドボードガイドまでついてたんで、
近々やろうかなと思ってますが、ドラフトとかでのピックフまでついてくる、そうですね、あのハレルヤさんの記事もね、ものすごい勉強になりましたからね、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ガイドのね URL がバントスピリットのセバスティアン・ポッツが書いてくれたやつが多分もう翻訳も上がってるので、うん、この2つに関しては両方デッキガイドを見てもらうことができると思います。さあ新井選手はマリガン RR ですね、よくトイレで読んでます、あるあるですね、本当にちょっとした時に読めるのがいいですね、うん、ありがとうございます。放送もいつかは復活したいんですが、なかなかお時間がさあ市川選手は7枚でキープ、薬瓶はちらっと映ったんで、それ以外の呪文がどうかですね。さあ運命の最終ゲーム、さあ6枚、さあキープ、戦術はボトムに送ります。さあザラスト3、2000試合3回戦モダン第3ラウンド3ゲーム目スタートです。さあお互い上々のスタートでしょうか。さあここで燃え立つ調査をプレイ、 MTG2 が、This is Magic the Gathering 2ですよ、来ました。お互い端から3枚という、うん、新井選手、まあ、お互い結構いいカードが落ちましたけどね、はい、新井選手はこの後動きがなし、おベストインピース墓地を追放していきます。ここで新井選手が手札にアンコウとか探査系のクリジャーを抱えているとクリーンヒットとなりますが、市川選手はこの後盤面がどれぐらい固まるかですね、はい、ライフは16対19、さあどうでしょう。まずは炎刃の達人でアタック、1点刻みに行きます。さあここで強血鬼、ちょっと現時点でレストインピースがどれぐらい効いてるか分かんないですけど、新井選手としてはちょっと物足りない打点になってますね、うん、手札もちょっと土地が多そうです。ここはまあ呪文トライを警戒してのアタックですかね、はい、ちょっとこう見ると手札がかなり弱いんじゃないかなっていうのは予測できますね、うん、稲妻は確定でないですし、まあ、それかここで稲妻を絶対使わないっていう強い意志かもしれないですけどね、うん、呪文トライが出てきたぐらいだったら、ここで稲妻を使うぐらいだったら他のタイミングは取っておく、または持ってない、うん、ちょっと新井選手はもう残り2枚は多分土地だったんで、もう1枚もそこまで強いカードではなさそうですが、じゃあこの間に市川選手がどれだけ場に展開できるか、ちょっとここまで静かなターンが続いているとやはり4マナ揃えたバントスピリットは怖いですからね、はい、中隊を持ってそうなので、さあ炎刃の達人が1点ずつ細かくダメージを与えていきます。さあ遠赤のフェニックスプレイをしっかり呪文ドライでキャッチします。まあこれも戦闘コイン出してるんで、もう呪文ドライは持ってるのはほぼ確定だろうとしっかり分かった上で動いてますよね。呪文トライを警戒しないんだったら戦闘前に唱えて突っ込みそうなもんですけど、はい、そういうことは起こらず、じゃあもう呪文トライは使わせたぐらいの、そうですね、また市川選手幻影の像は多分1枚抱えてたんで、薬瓶から
いつでも呪文トライをコピーできるように。さあここで貴族の教師、さあ続々とクリーチャーを場に展開していきます。そうですね、ようやく盤面が整い始めました、はい、さあ殴り始めました。2点、手札には中隊も見えましたね。お、ありましたか、はい、やっぱりこういったデッキで殴り返し始めた時のプレッシャーというのは対戦相手からするとかなりありますよね、うん、もう殴り始めたということはもうさばき切ってこっちから攻勢に出るよと、うん、そうですね、もう盤面はそこまで脅威ではないと。もう単純にまあダメージレース今盤面だけで見ると3点対1点ですし、うん、さあこうなるとちょっとフォローワンとしてはなかなか返しづらい。ちょっとレストインピースも効いてるんで、はい、アンコみたいな巨大なクリーチャーも出せませんし、うん、探査でマナ経験もできないという状況です。さあ中隊です。うん、強いですね、強いですねおっとここでドラゴスコル、あの隊長2体っていうのも結構スピリットデッキの明確な勝ち手段で、もう隊長が2体出てしまうと自身のスピリットクリーチャーはありとあらゆる除去呪文を跳ね返す、もう効かなくなっちゃうんで、ここで呪文持ってしまうと。そうですね、ここで手札が取っただけだったら来選手が投了と。はい、